第八レース一着となりました。京都の高久保優介選手です。一着おめでとうございます。ありがとうございます。今日のレースどのように走ろうと思ったんですか。まあラインでワンツー決められたらいいなと思ってました。<laughs> なんか高声がこう小さい感じですけれども、でもあのどっちいかがでした。もうホーム前からかけられて。いやちょっと仕掛けが遅れてしまったから。 ちょっとヒヤッとしたんですけど足が違ったし、なんとか行けたんでよかったですライン1,2,3も決まりましたもう強い高久選手感じましたけれどもそれだけに昨日がちょっと悔やまれますが昨日は本当人気してたのに情けないレースして申し訳ありませんでした、えー、今日はなんとか一着取れたんで明日も頑張ります応援よろしくお願いします 皆様今一度大きな拍手をお願いいたします明日もぜひここでお待ちしてますあ、えー、頑張ります高 <laughs> 久保佑介選手今一度大きな拍手お願いいたします